ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。昨今のサウナブームを受けてですね、まあ僕もまあ皆さんにせっかくなんで、もうこれはもうサウナが必ずあったら話すことなんです。まあおすすめのサウナについてちょっと話したいなと思ってて、おすすめのサウナは僕2つの軸で紹介しようと思ってます。で、1つ目が都内で行くべきサウナ、まあ、だからそこにわざわざ行くというよりか、まあ近くにあるし行ってみっかってので、おすすめのサウナはと、あとはわざわざそこに行こうみたいなとか、地方に行った時絶対ここは近かったら欠かせないみたいなサウナをちょっと紹介しようと思います。で、まあ、東京のサウナから行くと、まあ、これはもう多分ね、二人はもう知ってるのしかないと思うけど、最近やっぱね、好きなの、サウナ南なんですよね。ここの何がすごいって、安いのに、非常に料金が。場所は六本木のど真ん中と。安くて、場所が良くて、人が少なくて、サウナの質が高い。もう、これはもう完璧ですよね。ここはぜひ行ってほしいなぁ。あ、二人は行ったことある？じゃあもちろん、そもそもクマちゃんと一緒に行ったでしょ。そうだ、行ったよ、うん、休憩スペースで注文しようと思ったら3人以上だと注文できませんっていう。そうだそうだ、ミナミは休憩スペースでなんかまあ一杯飲むみたいなのを、またこれがお手つもなく気持ちよくて、私行きたくなってきちゃったな。まあ、いや、朝っぱらから飲みの話しちゃダメだ。すごくいいんですよ、安くて。で、時間制限も特にないはずなので、行ってそこのテーブルで仕事しててもいいし、なんか寝っ転がって漫画めっちゃあるから漫画読んでてもいいし、とにかく安くて最高っていう感じですね。うん、まあオフィスからは、オフィスの最寄りの一番いいサウナって気がすんな。最寄りだと清水湯っていうのがあるけど、あそこはもう本当に混みすぎて、本当に混みすぎてるから僕はもう全く行きたくないんですけど、でもここはすごく空いてていいです。まあちょっと歩くと30分ぐらいかかるけど、オフィスっていうのがまあ1つ目かな。で、2つ目はもうこれはもう全員大好き、ラクーアですね。うん、ここの何がいいかって、なんかこう仕事するスペースついてるんだよ。なんか中で食べ物もあれば、マッサージもあれば、仕事するところもあって、もちろんサウナもあって、サウナも4種類あるのかな、確か。うん、高温、低温、あと、ルームレスというところ、そうそうそう、あと、なんか、段々になってるとか。そうそうそう。それがすごい、本当に、ちゃんと考えて作ってくれてる。まあ、もともとね、おそらく、巨人の選手とかがよく使ってるっていうのはね、聞いたことあるから、まあ、そういう野球選手用に、野球選手のデトックス用にちゃんとサウナが発達したんだろうなと仮説を持ってるけど、まあだから本当素晴らしいですよね。アスリートも納得っていう感じのサウナで、かつ施設が充実してるというのがいいところかなと思ってます。で、これ何がいいかっていうと、楽はそんなに安くないので人が少ない。少なくはないけど、土日とかに行くと爆発してるけど、平日に行くとある程度こうお金をしっかり払ってっていう人になると人が少ないっていうので、まあいいと思ってます。で、3つ目、これはもうみんな大好き、これもダデちゃんも大好きな、やっぱアダム&イブですね。ここはもう本当に、なんだろう、もう聖地。もう全てが素晴らしい。もちろん料金がめちゃめちゃ高いので、都内ナンバーワンじゃよね、多分一番高いので、まず人がめっちゃ少ない。で、あとすごい怖い方が中に、怖いって言っちゃいけないけど、まあ、入れ墨は OK な場所なので、いろんな方が集まっているので、総合監視がされている状態なので、治安がいいっていう、逆に。で、だからもう全然みんなギャーとか騒いだり、水風呂ドボンみたいな。まあ、水風呂ドボンは逆にここみんなしてるんですけど、まあ、それなんかこうマナーの悪い人が少ないっていうのでいいし、あとまあサウナの質も高い。そもそも。100度をしっかり超えてるし、水風呂もちゃんとしてるしっていうので、すごくやっぱアダム&イブはいいと思ってますね。あとあれ、ミストサウナがなんか最近超パワーアップしてて。あ、そうなの。うん。敷地並みに暑い。敷地並みは嘘だな。敷地、
並みにしたらなんかお客さんがなんかみんな逃げちゃったらしくて、ちょっとぬるくなってるけど、超いい感じ、ミストサウナ。またあそこは圧倒的な無法地帯っぷりが、迷惑かけなければ何してもいいという無法地帯っぷりがすごい。そう。いやー、もともと実はアダム&イブ裏話をすると、もともとは女性専用の施設だったらしいんだよね。しかも麻布十番だったんで、場所。で、それがあの場所、疲労というか麻布というかあの辺りの場所に移転して、で、もともとなんかライブ会場とかで使うよって、まあ形めちゃめちゃ変だしね。うん。そう、あれはライブ会場として使うよってやった場所らしくて、そこに移転して今の形になったということですね。まあこれは超あのどうでもいい話です。なんか二人は、まあ、別に3つじゃなくてもここもいいよある、やっぱりアステルじゃないの。ああ、まあわかる、あの信頼が置けるっていう、うん、あとセンチュリオンの赤坂のセンチュリオンのあれな名前なかったっけ、センチュリオンのセンチュリオンホテルの中にあるやつ、あそこはなんかどんな時でも空いてるっていう、あとコロナのど真ん中でも堂々と営業してたし、2020年の4月ぐらいの本当に全ブロックダウンみたいな状態だった時でさ営業してたお店だから、まあ、いつ行ってもまあ空いてるだろうみたいな、ね、そういう安心がある。確かに今の2つはまさにサウナブームでめちゃめちゃ混み出した、そうね、そう、だからもう俺もめちゃめちゃ好きだけど最近なんか混んでるんだよな、そこだけがすごく、あの余談ですけどサウナリゾートオリエンタル、まあ、このサウナはロウリュがあまりにも熱すぎて、あれなんですよね。探偵ナイトスクープかなんかで、熱すぎるロウリュとか言って、耐えられるのかみたいなので、あの、澤部が実際に頑張って耐えるっていうのをやって、面白かった。それを見て。中野くんはある。僕ね、さっきも言った通り、あんまりサウナにめちゃくちゃ行ってるって感じじゃないので、あれなんだけど、うん、微妙に切り口変わるんですけど、うん、一時期、うん、岩盤浴にめっちゃ行きまくった時があって。あれは何がいいの？まあ、マイルドなサウナみたいな感じかな。で、まあ、そういう意味で、まあ、よく僕が大体いつも行ってたところを一個ご紹介すると、僕めちゃくちゃこれは混んでたけど、お風呂の王様。ああ、え、大井町？大井町。おお、なんで大井町まで行ったの？すごいな。大井町にね、めちゃくちゃ通い詰めてた時期あったね。前職の最後の方ぐらい、大体週に、てか、大体、てか土日大体なんか行ってたな。行って、本とかが置いてあるんで、うん、中で本読めるから、本とか読んだり、うん、まあ、寝たりして、で、出て、まだ休憩スペースでぼーっとテレビとか見て、うん、で、また入ってみたら、まあ、長い繰り返すみたいな。へぇー。ストレスが飛びそうだな。うん、え、でもそれ、楽はじゃダメなの？楽はより安いっていうのが利点になるかもしれないね。あ、なるほどね。でも行くのに時間、まあでも楽はも遠いか。まあでも、あれだね、だから楽はに求めるものと同じだよね、多分。まあ一緒って一緒かもしれない。ああ。風呂の王様も、あの、塩サウナがいいよね。ああ。なんか塩塗り込むやつ。あの、露天風呂の奥かなんかにあるよね。あるね、あるね。あれがすごく良かった思い出がある。塩塗り込んで、こうずっと立って手伸ばしてやってたな。はい。うん、で、そうだ。あの、あともう一個の観点で、そう、わざわざ行くとか、旅行に行ったら、まあ近くにあったら、ここには行くべしっていうサウナをちょっと紹介すると、一つ目が、帯広、北海道ホテルのサウナですね。ここはすごい。もう、サウナの方がオーナーで、あの、帯広の北海道ホテルは。もちろんサウナ室もすごいし、休憩も水風呂もすごいしっていうのもあるのと、あとまあグッズとかもすごい揃ってる。もうなんか本当にサウナが来ることを想定して作られてるのがいいなと思って。あとまあだから、もちろん、激込みじゃないっていうところと、あともう一個これは、あの、おすすめなの。サウナついてる部屋が一個だけあって、整いみたいな部屋があって。でそんなめちゃめちゃ高いわけじゃないんだけど、そこの部屋予約できたらめちゃくちゃいいっすね。こんな部屋についてていいのって思うぐらいのクオリティのものがついてたんで、初めてサウナ室で仕事したぐらいの本当にあの思い出深いすごくいいサウナです、ね、がまあ一つ目。
あともう一個、これもお宿系なんですけど、静岡の、まあ、これ超有名すぎるけど、落合楼っていうところはすごくいいなと思ってます。これもまあ、サウナが2種類かな、宿に。そもそも宿に2種類サウナついてるのは意味不明なんだけど、ついてるのと、あと、まあもちろんお宿なので、人が少ない。だから人がいなくて楽しめて、いくつもサウナがあって、かつ温泉もめちゃめちゃいいっていうので、なんかここには絶対にみんなどこかで行ってほしいな。静岡といえば敷地のイメージがあるんだけど、ここはもうなんか、だから敷地はちょっととはいえ行っちゃうんだけど、静岡に行くときは。やっぱこう、混みすぎてって、なんかもう衛生状態不安になるレベルで混んでるから、敷地は。最近あんまり行かない。衛生状態って言ってますよ。コロナっていうのもあるし、他のも含め、ちょっとなんか、こう、こういう人なって思う。で、あと、これは、三つ目。これ最近っていうか、まだ一回しか行けてないけど、すごいいいな。ニューニシのサウナっていうサウナで。これあれ、鹿児島にある。鹿児島市にある、なんか、普通のサウナ施設なんだけど、この前ね、中野くんと一緒にね、鹿児島出張行った時に、ここに行って帰ったんだけど、あんま期待せずね、行ったら、なんかびっくりして、で、何が良かったかもちょっと思い出せないんだけど、とにかくなんかもう出る時には、なんかこう、人生最高だっていう気持ちで出てこれて、すごい、こう、なんだろう。こんなポジティブになれるサウナすごいな思って。なんかその地元感もすごい。そんなサウナ室も暑くないし、水風呂もめちゃめちゃ冷たいわけではないんだけれども、なんかその地元の人たちが本当にこう、憩いの場として使ってるなと。で、僕もすごいめちゃめちゃ良かったサウナですね。ここは、もし、鹿児島、でもその中野くんはね、鹿児島出身だからね、絶対に地元帰った時行った方がいいよ。ただこれ何が良かったか、あ、天文館にあるんだ。そう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 、ここはとてつもなく良かった。24時間やってるし、漫画もあるよ。確かにこの前行ったところのお寿司屋さんのすぐ近くだね、うん、そう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 。だから一泊して次の日はここでゆっくりして帰って、うん、とてつもなくいい。確かに泊まれるしね、ここね、うん、ホテルとか。ぜひちょっと皆さんも、だ今だ鹿児島と静岡と北海道紹介してますけど、ぜひ行ってみてください。わざわざ行く価値のある3つだと思うんで。っていう感じかな。まあ、僕からは以上です。なんか、他の2人もサウナについて、なんか、一言あれば、どうぞ。サウナね。うん、遠出のやつだと、佐賀のやつ。佐賀の中の湯か。うん。あれも、すごい、良かったなという記憶があるけど、あれもそれこそ宿泊者しか入れないから。しかも、それなりの、うん、値段する旅館の宿泊者しか入れないから、かなりそうゆったりと使えるいい感じの、うん、しかもチームラボとコラボしてるくせいでやたらと豪奢な。ぜひみんなはもうこれいいなっていうのを見つけたらどんどん紹介していきましょう、この場でも。そうですね、まあ、うん、僕からはあまり、うん、お風呂の王様に行けと。あと入りすぎは禁物ですよ。そうそうそう、本当気をつけて、はい、ぶっ倒れる一回だから。あれね、我々みんなでサウナ行った時、水風呂の中で中野くんが見たことない顔しててガン決まりした、なんか目がもう超怖い感じの顔してて、あれ見たんで僕はやめた方がいいと思う。はい、なんで皆さん健康に気をつけながらサウナを楽しみましょう。はい、じゃあ今日はここまでで、また来週お願いします。来週。はい。